はい、皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。まずは自然堂のですね、営業案内になるんですけれども、おそらくですね、来月10月1日からはお店が再開できるんじゃないかなと思われます。それに伴い、自然堂での、ね、対面占いももう受付も再開しております。 LINE 占いの方は随時受け付けております。お申し込み方法はですね、この角にねある QR コードを読み込んでいただくと、スガッティの LINE に直通で繋がるようになってますんでね、LINE でのみ受付をしております。ぜひ皆さん、10月1日過ぎましたら自然堂にも足を運んでみてください。今日のテーマはですね、視聴者様ご質問例数プラス1についてというテーマでお送りしてみたいと思います。スガッティ流の生命判断は日本国内でしか通用しません。中国の名字ランキングも韓国の名字ランキングも調べてみたんですが、もう1文字名字しかありません。対して我が国日本はというと、もう名字のほとんどが2文字の名字なんですよ。トップ5までで、もう 50% 以上いるんですよ。半分以上は、この5つで占められちゃってるっていうね、バリエーションが豊富な日本の生命だからこそ、統計取ってて面白いんですね。いろんな名字があるから。はい。それではですね、前回の続きですね。前回ここ、これをお話ししたんですね。例数プラス1についてということで、この赤松さんからのご質問について、まあ生命判断っていうのは日本でしか通用しないんですよと。で、日本とアジア諸国はね、そもそも生命っていうね、作り、設計が違うんですよっていうお話ですね。そして、まあその証拠というんですかね、チャイナの名字トップ100、韓国の名字トップ20、そして、日本の名字ランキング、いろいろ見させていただいて、で、日本とアジア諸国のね、名字というか、生命のね、設計の違いっていうのを、皆さんと一緒に学んでみたところなんですね。で、今日はこの続きをお話ししてみたいと思います。括弧3番、日本人の名前。まあ、これに関しては、先ほどというかね、前回紹介した、アンジャッシュ、渡部さんと佐々木のぞみちゃんの相性を占った動画でもお話ししておりますが、改めましてもう一度お話ししたいと思うんですね。で、歴史上の人物、まあ、あとはまあ、歴史的な著名人とかね、武将とか家臣とかも含めて、まあ、教科書に載ってないレベルのね、人たちも全部ひっくるめて、一文字名前の幕末以前のね、男性の人ってほぼいないんですよ。まあ、二文字姓のチャイニーズよりもいないんですよ。もう、もちろんね、ゼロではないっていうのと、あとは、女性の場合はね、ちらほらいます。ちらほらっていうか、結構います。だから、本来、日本においては、一文字名っていうのは、女性が多かったんですね。でも、男性の一文字名は、もう、1万分の1もいないっていうぐらい、いないです。で、明治維新前後、まあ、幕末の本当に後半から、まあ、明治にかけて、ちょっとだけね、まあ、一文字名前がブームみたいになって、で、明治以降はね、少しずつ男性も、このね、一文字名が出始めましたが、はっきり言って一文字名字の確率なんかよりもまだまだずっと低かったんですね。で、生命判断っていうのは統計結果ですから、割合が多い方が優先されるんですよ。だから、まあ、もちろんスガッティの占い結果もね、当然 100% 的中するってことはもちろんありえませんが、やっぱりね、統計結果ですから、やっぱりその結果のようになる確率が割と高いんだよっていうことなんですね。そして、あ、前半はここまでって書いてありますが、まあ、多分ね、これ2部作のつもりでやったんでしょうね。でも、ちょっとこれ3部作になりますんで、ここで切っちゃいましたね。はい。ここから多分2部作、そして2部作、ここまでだと思うんですね。括弧4まで。五角で占う熊崎式生命学っていうところですね。この辺からちょっとスガッティ動画でも初めてお話しする話になってくるんじゃないかなと思うんですが、まあ、多分ですけれども、漢字とか数字、あ、数学って書いちゃった。数字を用いた、まあ、戦術、占いっていうのは、おそらくですけれども、古代チャイナにもね、存在したんじゃないかなと思うんです。でも、現在の我々がやっている生命判断っていうのが完成したのって、実は明治以降に日本で生まれたんですよ。だから江戸時代まで庶民は名字、ほら、日本ではね、名乗れていなかったじゃないですか。でも、明治政府からね、今度国民全員が公的にね、名字を持つことになったんですよ。そんな中、熊崎健王というですね、お偉い先生がですね、数字の統計を集約、そして応用、そして分析して、明治以降の日本人の生命、名字みんながね、名乗るようになりましたから、明治以降の日本人の名前に合った戦術方式っていうのを発明したんですね。熊崎式とかって言われてますけれどね。だから、日本人の生命に合ったっていうのは、つまり、二文字名字、そして複数文字の名前っていうこと。例えば、田中二郎右衛門とかさ、そんな感じで、二文字の名前が主流だったわけではないんですね。でも、ここに書いてある通り、一文字名っていうのはもう本当に1万人に1人もいなかったってこと。
まあ、女の子はいましたよ。女性はいたけど。男性の場合は、ほぼいなかったってこと。だから、二文字の名前、例えば、家康とかね、信長、秀吉みたいな感じで、二文字の名前って、まあ、主流でしたよね。でも、三文字とか四文字とか五文字とか、結構長いダラダラした名前っていうのも、まあまあ、いたわけですよね。ゴロベとかさ、そういうのも結構いたわけですよね。だから、複数の文字を使ったお名前と、で、名字は二文字っていうのが主流だったんですね。それを集計したのが、この、熊崎健翁という先生なんですね。で、今の日本の国内におけるいろんな流派枝分かれしてますけれども、枝分かれした先にあるルーツになっているのがこの熊崎式。みんなこれがもう基本です。すべてのルーツになってます。まあ、この日本人に合ったその方式、ね、二文字の名字と複数の文字の名前で、五角で鑑定する方式っていうのをね、すがって今やってますよね。これ、一番が、この名字足す名字の合計。天格とかってね、言われてますけれども、まあ、スガッティ流では、これ、性格っていう風に言い直してます。そして、丸二番が、名字の内側と名前の内側を足した数字。そして、丸三番が、名字の外側足す名前の外側を足した数字。そして、四番が、名前足す名前の合計。そして、総格っていうことですね。でも、たまに、一文字名字の人が存在したんですね。森さんとかね、林さん、柳さん、原さん、泉さんとかね、勝さんとか、堤さんとか、東さんとか、南さんとかね。あとは、女性は結構一文字名が存在したんですね。例えば、坂本龍馬の奥さんなんかは、龍っていう名前、お龍さんって言うんですけどもね。坂本龍馬の龍、龍の字を一文字書いて、龍って言うんですけどもね。あとは、信長の奥さんかな、もう、一だったりね。お市の方とか言ったりね、秀吉の奥さんも、淀殿なんてね、言われてましたけど、淀さんとか、古くは、源の義経のね、奥さんも静香御前なんて言われてましたけども、静香さんって静香っていう字一文字でね、女性の名前だったんですけども、そんな感じで、女性はね、むしろ一文字名結構多かったんですが、まあ、男性もね、一文字名を名乗る人が明治以降、少しずつ増えてきたんですね。でも1万人に1人とか、そのレベルだと思うんですけどもね。すると、中には、昭和になってくるとね、竹豊とかね、林治とか、谷啓とか、要潤みたいなケースまで現れてきちゃったんですね。そうすると、もう内閣も外閣も総閣も同じ数字になっちゃうんですよ。それって日本の姓名判断っぽくないなっていうことで、熊崎さん考えました。ところが、どうもね、一般的に二文字名字、複数文字名前の文化っていうのが日本には根付いちゃってるもんだから、なんかイメージ的に、このね、竹豊、これが名字なのかなとかさ、なんかこう、もう一文字ずつあるんじゃないのみたいな、なんかこう、もやもや感、物足りない感っていうのがね、影響していることに気がついたんですね、熊崎先生ね。その、もやもや感こそが、目には見えないけど確かに存在する数字、零数プラス1だったんですね。それを編み出したんです。続きもいけるかな、熊崎式の零数の計算方法ですが、こんな感じですね。はい。まあ、例えば、竹豊さんがいた場合、名字が1文字、名前も1文字ですから、それぞれに零数プラス1が影響しちゃいますよね。そして、豊かの字は、これ、実際書いた画数ではなくてね、こういうゴミ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 した豊かの字で数えるのが鉄則ですから、18ですよね。なので、まあ、内角は、これ、内側足す内側26は変わらないんですが、名字には、ここにもう1文字あるでしょ、実はってことで、なんかここ物足りなくないってことで、1プラスされるってことを発明したんですね。つまり、名字が9なんじゃないかと。そして、名前も1文字だったら、ここに、また、本当もう1文字あるんじゃないのってことで、見えないけど、確かに皆さんの印象力、イメージ的に、ここにもう1文字あるんが普通でしょっていうことで、一般的にもう1文字あるんでしょうねってことで、零数プラス1が影響しちゃってるなっていうことが分かったんですね。この熊崎先生にはね。じゃあ、外角はどうかっていうと、ここ足すここはもう内角な、まあ、熊崎先生は人格って言ってますけどもね。人に書くって書いてね。でも、スガッティはちょっとその性格の部分で言う人格とちょっとややこしいから、スガッティ流では内角って言ってます。で、熊崎式はここ外角ってね、そのまま言ってますけれども、外角は、この、竹足す豊か。これはむしろ内角だから、この外に零数が影響しているようだなっていうことを気づいたんですね。これが熊崎式なんです。双角には零数は影響しないんだけれども、
どうも名字の合計とか名前の合計、そして外足す外にはこの零数が影響してるなっていうのがこの熊崎式なんですね。日本にいろいろね、無料サイトとか赤ちゃん名前辞典とかね、いろいろ流派というかね、生命判断やってる方いますけれども、すべてのルーツはこの形から始まってます。はい。そしてスガッティ流はですね、これをちょっとまあ、解釈をですね広げてこういう形になってます。はい、こういう形ですね。零数プラス1だけれども、でもこの名字8の半々なんじゃないかなって、スガッティどうもね、いろいろ占ってみて半々影響してるんですね、これ。まあ、お名前においてもそうなんですけども、どうも18も影響するし19も影響する、半々で影響しちゃってるし、やっぱブレちゃうんですね。どうしても18っぽくしたいんだったら18画の名前の合計に設計すればいいんでしょうけども、1文字で18にしちゃうとブレちゃうなっていうのが分かってきたんですよね。で、内角はいいんですけれども、外角もね、やっぱりちょっとブレるなっていうのが感想としてあって、何人も何人も占ってるうちに、まあこの形にね、今のところ落ち着いてるわけなんですけれども、まあ今回までね、まあここまででちょっとお時間結構行ってしまいましたので、ちょっとまあここまでで2部作終了といたします。第3部作、次回最終回はですね、まあこれらの、解説をしてみたいと思いますので、どうかお見逃しなく3本まとめてですね、皆さんご覧いただくようにしてみてください。じゃあ今日はね、このスガッティ流と熊崎式の違い、この辺のね、計算の違いをちょっとご紹介してみました。だから熊崎式だとちょっとこれ間違いだよね。正ではなくて天だよね。天。天格、地格、そして人格っていう言い方ですよね。すいませんね。ちょっとこれ間違えましたね。はい。熊崎式はここ天、地、そして人、外、そうですね。はい。スガッティは内格とかね、生命って、表記してますけどもね。はい。それでは次回最終回はですね、この辺の細かな解説をしてみたいと思いますので、どうかお見逃しなくお付き合いください。それではまた次回お会いしましょう。主人公が劉備玄徳っていうんですよ。劉なんですよ。つまり劉備が名字で玄徳が名前じゃないの。多分ですけども、熊崎先生が一人でこれ統計取ったとは思えないんですよ。もう莫大な量だから。複数を考慮せずに偶然これ吉数吉数吉数って8個揃えるのは絶対無理だと思ってください。それでもね、ほぼ無理じゃないですか。3% だったら、まあ、いけるでしょうって思う人いないでしょ。だから、一文字名字の家庭の方でね、これから赤ちゃんを出産される場合とか、あるいは、二文字の名字でも、赤ちゃんにはどうしても一文字名を名付けたいんだよな、みたいな場合っていうのは、必ずスガッティチャンネルに命名依頼をお申し込みください。Na na 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 na.